原さん、お願いいたします。そうですね、3期まで振り返ってきて、私が担当している藤原知花ちゃんなんですが、ある意味恋の話はすごく好き、人一倍すごく好きな子ではあるんですが、彼女だけ唯一そういう面は見せないというか、ないというか、だからこう1期2期通して、3期も細かくはお話、これからなのでねお話できないんですが、変わらないんですよね、彼女だけ。だからただみんなと違って底抜けに明るい、底抜けに頭がね、っていう一面があるので、なんかその変わらない部分をこう演じるっていうのは非常に楽しいなっていうのと、可愛いだけじゃなくてやっぱり疲れるんですよ、演じ終わった時に。でやっぱそういう風にこう感じられるキャラクターをできるっていうのは、声優というか役者にとっては本当に嬉しいことでもあるので、なんかそういう彼女、変わらない彼女とずっと寄り添っていけるのはすごく嬉しいなっていうふうに感じているのと、あとは共通点、ずっとインタビューとかで私と知花は似てないって言い続けていたんですが、3期まで来た時にやっぱり似てるのかなって思ったのが、やっぱ人とこうお話しするのはすごく好きなので、そういったところは自分とこう通ずるところはあるのかな、ただでも頭のね、っていうところは似てないかなと思ったんですが、改めてこう母に聞いてみたらもうそっくりだと言われまして、だから役者ができているのかななんてことも思ったりしますね。はい、隣で古賀さんはうなずいてましたが、頭おかしいですか？そんなことは言っちゃったよ。ずっと伏せてたのに。頭おかしいですかね。頭おかしいことは思ってないけど。なんで片言なんですか。はい。思ってないけど、でも本当にすごく現場でも藤原と同じようにみんなを巻き込んでお話しするのがすごく得意な方なので、なんかそれもあって一期の頃からみんなでこう輪を作るようにして会話をしてくれる一番最初のきっかけになってくれたりしたのがココちゃんだったので、そういう部分ではすごく似ているなとはい、思っております。ありがとうございます。